どうもこんにちは、ジャンプくんです。やってきました、大人気シリーズ名シーンね、あの名シーンね、行くよ、やります、しょうがないからやるよ、行くよ。え、何これ、そういうこと。そう、公園にいたと思ったら湖に入っちゃう。いや、すごい、こんな素晴らしいとこがね、日本にあったのかって思うぐらい。一度に100人教えてよ、ねえ、お願い。どうもこんにちは、ジャン君です。さ、お出かけしましょう。ということで、やってきました、大人気シリーズ。ねえねえ、ジャン君、この間のさ、夜にお出かけしましょうシリーズでさ、教えてくれたとこむっちゃくちゃ良かった。ねえ、他にさ、他にないの、他にもっとあるでしょ、出してよ、教えてよ、ねえ、お願い。企画ということでね、はい、大人気のね、もっと夜にお出かけするとこ教えてよシリーズ企画ということでね、はい、やってきました。真夜中ですって言ってもね、まだ8時ぐらいなんですけどね、はい。ちなみに第1弾東京ね、第2弾が三重県、そして今回第3弾、はい、私が来た場所は長野県です。よっす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 っ、はい、結構ね、結構な移動距離、結構頑張ってる。褒めて、たまには褒めてほしい。はい、あのね、一人で長野県、まあいいんだけど、一人で長野県は別にいいんだよ、一人で長野県は別に、一人でこの夜にね、真っ暗な時にこの長野県というか、まあ暗い時にさ、来るとこってさ、ぶっちゃけさ、なかなか寂しいところ多いじゃん、やっぱり。分かって、そろそろ。まあね、このシリーズね、好きだよ、個人的には好き。まあ一人の時間ね、一人の夜ね、やっぱ寝れない夜、皆さんもね、いかがお過ごしでしょうかということでね、はい、僕はね、寝れない時にね、ちょっとでもね、癒される場所をね、探してしまうんですよ。はい、特にメンヘラとかじゃないか、大丈夫、心配しないで。ということでね、今回第3弾ということで持ってきました。なんと本日はじゃん、
映画祭です。おめでとうございます。はい、じゃん、映画祭ということで、映画のね、跡地っていうの、違うな、実写なんていうんだ、モデル地かな、ロケ地じゃない、やっぱモデル地が正しいかな、ちょっと言い方わかんないんでコメントください。はい、ということでね、聖地ですね。あ、聖地だ、そうだ、それだ、ただそれだけだ。映画祭ということで、聖地巡りやっていきたいと思います。しかも夜にできるということは、そう、そういうことです。絶景です。見える、ほら、これ映ってるでしょ、どっかわかる、長野県といえば、はい、長野オリンピック、違います。長野県といえば、はい、寒い、はい、違います。もちろん寒い、もちろん12月か、今11月末12月ぐらい、もちろん寒い、はい、長野県といえば、はい、そうです、正解です。3回目ね、いつも3回目で正解するね、皆さん。ということでやってきました、すわこ、ちょっとマスク見てて面白いから、いくよ、すわこ、はい、ということでね、やってきました、すわこ。君の名は丸ね、はい、丸はちょっと言うのか分かんないけど、君の名はね、はい、あの名シーン分かります、すわこのあの名シーン、多分ね、すわこがモデルになったんじゃないかって言われてる、でそこの場所に今日来てます。それが立石公園、ここがね、多分ね、モデル地になった一つみたいです。またね、この近くに高ぼっち高原っていうのがあるんですけど、ちょっとね、11月末12月とかね、道路が閉鎖されてて通れないんですけど、霧がすごいんでちょっと危ない、春先とかだと多分行けたりはするんですけど、一応そのね、高ぼっち高原っていうのがモデル地にもなってて、でもそれともう一つ、ここの立石公園、ここ素晴らしいから、ということでね、まあ、早速見るか。今日はね、映画祭なんでね、いくつかね回りたいんで、ちょっと早速ね、時間もないし、パッパッとね、絶景をね、皆さんにお届けします。やばいよ、ほんとやばいから。あのね、僕ね、諏訪湖初めて来たんですけど、いや、素晴らしい、ほんとに素晴らしい、ぜひ皆さん来た方がいい、一度は来た方がいい。長野県ね、すごくいい場所、すごくね、自然が豊かだし、心地いい、道とかもね、素敵、全部空気も美味しいし、ご飯も美味しかった。はい、長いか、長いね、 OK、 マジ絶景だから。なんでね、こんなだけね話すかっていうと、絶景この後流すんで、むっちゃくちゃ綺麗で、今日もね、ジャン君一眼レフ持ってきました。なんでね、もう絶景をね、バッチリね撮ってね、皆さんにね見せたいと思います。ということで、行くか、早速行くか、行くよ、じゃあ行くよ、もう行くよ、行くよ、3、2、1、こちらです。はい、ということでね、やばいでしょ、こっちのカメラでね撮るとね、全然だよね、全然だけど、一眼はやばかったでしょ。それとあとね、まあ、やっぱ実際ね来るとね、52倍ぐらいの美しさはある。うん、そうだな。ということでね、ここ一応公園なんですよ、周り見えないか、見えないな、もう階段があるんですよ、見えないか、見えないな、で階段降りるともう絶景が広がると。あとね、上にね展望台があるんですよ、展望台、展望台っていうんかな、あそこから見てる人もいた、で下から見てる人もいた、まあどっちでもいいけど、どうだろうな、僕はね、その中間で見るのが一番いいと思う。中間に駐車場もあって、まあ車も止められるんですよ、結構空いてるんで、多分夜も空いてるんだと思いますけど、まあ、その辺ね、この辺、今いるとこが中間です。いやー、これね、ほんとね、自分の目で見てほしいな。最高なんで。最強っすよ、これ。マジで。はい、ということでね、顔が浮き出たでしょ。ということで、跡地、聖地だ。行ってきます。映画祭なんでね、お楽しみ。そう。忘れてた。分かってる。そうだよね。OK。あのね、名シーンね。あの名シーンね。行くよ。やります。しょうがないからやるよ。行くよ。こちらです。ドン。君の名は、滝くん。僕らタイムフライヤー、時を駆け上がるクライマー、時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ。はい、ということでね、歩いてます。さっきのね、立石公園から車でね、5分ぐらいかな。
公園なんかちょっと高いところにあるんですよ、立石公園が。でその山から降りると次のね映画のねロケ地にたどり着くんですけど、まあそれはねお楽しみに。その前にね下ったところにね公園があったんですよ。まあ僕知らなかったんでね発見したんですけど、すごくいい場所で今そこ歩いてるんです。その絶景をねぜひ皆さんにもお届けしたくてね、ちょっとカメラ回してますけど、見ます？やばいですよ、行きます。これやばいでしょ、行くよ、もう一回行くよ。はい、分かった。なんかすごくね撮るの大変だった。後ろにねセブンイレブンがあるところで、目の前が諏訪湖、セブンイレブンスタートで、でまあ道路渡るんですよ。目の前に横断歩道あるん で渡ったら、まずねこの角度なんですよ、わかります？諏訪湖見えないんですよ。で行きますよ、階段登ります、登ります、すると、はい、絶景これね見てみて、むちゃくちゃいいから、むちゃくちゃいい。ちょっとねあっちの方まで行きたいと思います。いやー結構ね広い公園なんですよ、すごい素晴らしいっすよ。なんかあるぞあれ、え何これ、そういうこと、うわ石になった、下が石になった、地面が石になった、あもうそこ湖だ、すごいわ。てか水がちょっと侵入してるもん、見えないだろうけど水侵入してるんだよ、すごいわこれ、うわ、いや驚いた。今ね湖のところまで行ったんですよ。で公園なんですよねここが。で公園で見える、要するに公園の芝生が今ここにあるじゃないですか。で向こうの方までね歩いていくと湖がスタートするんですよ。で芝生がちっちゃな石とかになって湖がスタートする、すごいよね。そう公園にいたと思ったら湖に入っちゃう。このね諏訪湖を目の前にした湖畔公園、ここむちゃくちゃいいよ、ベンチもあるし座れる、真っ暗だけど実際来るとむちゃくちゃ絶景。夜にお出かけだから実際ねもう人はあんま見えないよ、確かに人見えないけど景色はね最高なんで、ぜひ一度来て、むちゃくちゃいいよ、おすすめ、マジおすすめ。いやすごい、こんな素晴らしいとこがね日本にあったのかって思うぐらい、いやもうほんとね湖になってんだよ、見えないよね、見えないんだけど、みんなはすごいから、公園だと思ったら湖、何回も言うけどびっくりする、ほんとびっくりする。ということでね、そうこうね結構歩いたでしょ、歩いたんですけど、いや素晴らしい。目の前にねちょっと素敵な光景が広がってるんで映します、こちらです。いやー素晴らしいでしょ、イルミネーションね、イルミネーションですよ、もう冬だね、冬だからイルミネーションがすごい。公園は向こうね、見える公園でイルミネーションと、はい、ということでね結構歩いた、あ、しまった、通り過ぎた、戻ります、通り過ぎました。はい、そうです、あのね目的地に到着しました、通り過ぎました。イルミネーションは目的地のちょっとだけ奥、まあ横かな、横ぐらいにあるんでぜひね見てください。イルミネーション似合うでしょ俺、そうなんだよ、結構ねイルミネーション似合うよねって言われたことないけど、まあそういうキャラにしようかなこれから。ということでね、はい、イルミネーション越しに話してますけど、2カ所目ね、先ほどはね君の名は丸は言うのか分かんないけど、君の名の聖地ご紹介しました、素晴らしかったと思いますけど、で最後に名シーンもねやりましたけど、それも素晴らしかったと思うんで、はい、そこはね何も言わずにねコメント欄に書かないでね、変なこと落ち込むから、普通に落ち込むから。ということでね、続きまして2カ所目来ました、次の映画の聖地はこちらです、ドン。はい、そうです、あのテルマエロマエ2かな、テルマエロマエ2のロケ地になったお風呂ね、お風呂にやってきました、イエイということで、やばいでしょ、すごかったでしょ、かっこよかったでしょ。ここね諏訪市にある片倉館、はい、この辺にね、この辺にする、この辺にボンと、あ、こっちにする、こっちにボンと出しといて、ここに、はいはい、出てます、今出てます、はい出てます。ということでね、片倉館の千人風呂かな、ここに書いてあるんですけど、お風呂の場所の名前かな、千人風呂っていう、片倉館の千人風呂だと思う、うん、詳しくはねすみません、ちょっとあのここの人じゃないんでね分かんないんですけど、はい、皆さんご存知ですかね、テルマエロマエ、ちなみにここのロケ地はテルマエロマエ2ね、
2のロケ地になりました。阿部寛さんね、ローマ人に扮した役、あれね素晴らしい演技でしたよね。僕はあれ大好き大好きなんですよ。まあ大好きなんでね来たんですけどね。ちなみにこの千人風呂深さがね 1.1m、 1m1cm、 10cm か、 1.1 って 1m10cm だね、 1m10cm あります。そしてなんと一度に100人、逆かな、こうか、一度に100人も入れるんですよ。一度に100人の入浴ができる、すごく広い、そしてねむちゃくちゃ綺麗ということで、ぜひね皆さんも一度入ってみてはいかがでしょうか。まだ終わらない、まだ終わらないからね、止めないで、やめないで、消さないで、ね、まだ見てね、この続きあるからね。そしてね、なんとここ片倉館、国の指定重要文化財に指定されています。はい、素晴らしい素晴らしいとこなんですよ皆さん。ちなみにね、もうここは敷地内なんですけど、撮影許可取ってあるんで一応。なんかね、ここの敷地内、まあ結構やっぱり観光客多いみたいなんで、ファンが、テルマエロマエ2、まあ1もそうだけど、もちろん阿部寛さんのファンもいるし、あとね、女性で、あの人忘れてた、ウエットアヤさんさ、ということでね、もう数々のね、著名人が、ね、出てるんでね。あとね、中も一応、撮影していい場所もあるんですよ。今日はちょっとしないけどね、今日はしないんですけど、中も一応通路みたいになってるんで、撮影していい場所があるのと、あと2階に、見えるかな、これ2階があるんですよ。2階になんと、そのテルマエロマエを記念して、卓球台と銅像みたいな、まあまあまあ、来たらわかる、来たらわかる。まあ一応ね、その記念して置いてあるんで、2階に。そういう場所が設けてあるんで、ぜひねそこも訪れて撮影してみてください。なんでね卓球台かっていうと、まあ映画を見れば分かるんですけど、あのね阿部寛さんがそのローマ人に扮して初めてねその卓球台ってものを見るんですよ。なんで卓球台なんですけど、であとねモグラ叩きとか、まあ映画では出てくるんですけど、まあ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 、まあ映画見てからぜひ来てください一度。本当にそのね素晴らしさにね感動するんで、はい、ということでぜひ来てください。本当に来て、いやもう僕は来てるけどね、皆さんもねぜひ来た方がいいよ、面白い。はい、ということでね、え、あ、やっぱりわかる、バレた、はいはいはい、あ、まあ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 ね、まあまあ、はいはいはい、え、そうです、はい、そうです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 、そういうことです。はい、ということでね、動画はねここでおしまいです。僕は温泉にね使ってゆっくりして帰りますね。帰るのにもね3時間ぐらいかかるんですよ、結構来てるんですよ。でね、ここの温泉がね9時まで営業されてるんで、あのねもう帰ったらね12時ですよ、日付変わるんですよ。はい、ということでそろそろ帰らないとなっていうことで、ぜひ皆さんもねアニメのねロケ地だったりね、まあそういったモデル地っていうのかな、そういったところを巡ったりね、まあ聖地、いろんな聖地行ってみてはいかがでしょうか。ということでご視聴ありがとうございました。